こんにちは、住吉たまきです。今日はですね、あるリクエストをいただいたので、こちらの原宿のピクニックというお店のスクイーズの袋を買ってきてみました。それではどうぞ。なんかね、ちょっと前に出したウームの女子のクリスマスプレゼントスワップという動画で、あやののちゃんにこれをいただいたんですよ。めっちゃ気持ちいいのね。この動画を見て、ぜひ原宿にあるスクイーズの福袋開けてくださいっていうリクエストをいただきました。ありがとうございます。めっちゃもうずっとこれ触っちゃう。編集してる時とかもずっと触ってます。スクイーズはそんなに買ったことがなかったので、試してみたいと思います。お、オレンジの袋、全部オレンジの袋でした。なんか詰め合わせってことなのかな。1個目、こちら。うわー、なにこれ。うおー、かわいいじゃん。嬉しい。ミニオン、こちらです。ミニオンのバナナのスクイーズ。超リアルだよ。後ろにさ、バナナの点みたいな。うちのバナナはちょっと点々が多いですけど、でもリアルですね。むにゅ、中にあるむにむにがバナナの中を移動していくって感じ。そして2個目がこちら。お、あら、かわいい。スクイーズじゃないんだ。ローラーベアマスコット、普通のクマさんのカバンとかにつけれそうな感じ。スクイーズもなんたらかんたらスクイーズみたいな専門用語があるんだけど、そういうのはちょっと分かんなくて、専門的な説明はできなくてごめんなさい。じゃあ3つ目、こちら。お、こちらもスクイーズ。握ってチュルチュルストロベリーだって。かわいいじゃん。なんかさ、向こう空間わかります？匂い消臭してくれるやつ、向こう空間みたいなやつが中に詰まってますね。おお、潰れないのかなこれ。うわ、なんかなんだろう、こうこのムニムニが気持ちいいプラス、中の向こう空間みたいなやつがムニムニムニって中でこう移動するのも、触覚がプラスされて、よりなんか不思議な感覚。そして4つ目はこちら。ローラーベアっていうのと一緒ですね。あ、マカロンなんだ。白いマカロンで、一応ストラップとしてもつけれそう。触ってて気持ちいい。低反発具合がいいですね。潰しても戻ってきます。結構入ってない？スクイーズって1個何円ぐらいするんだろう。6個目、こちらです。え、なにこれ。うわー、なんかまたちょっと冷たい。キラムニュバナナだって。イエローハート。本当だ、中にハートのね、スパンコールが入ってます。これ触ってからこのムニュムニュがムニュムニュ大好きになっちゃった。見て、ゼリーみたいでしょほら、なんか今にも割れちゃいそうな感じなんだけど、大丈夫かな。うおー、あ、でもね、なんかね、こっちは無効空間タイプだったから、なんかこう一気にバフってくるんだけど、こっちはなんだかよくわかんないけど液体っぽいのが入ってから、ムニってもうちょっとなんかこう弾力がある感じです。こういうの中に何入ってるのかすごい気になります。7個目、7個目もスクイーズ。こちら。え、なに？握ってチュルチュルピーチ。なにこのチュルチュル。なんかさ、あ、きっとチュルチュルシリーズっていうのがあるのかな。キラムニュバナナとかさ、スクイーズの商品って擬音で表現されることが多いですね。待って、これ気持ちいい感じがする。あ、これも無効空間タイプあ、全体的にピーチなんじゃなくて、下だけがちょっとピンクになってて、あー、これも無効空間。なんか中でゴロゴロする。さっきのイチゴよりも桃の方が、私結構手が大きいんですよ。大きいので桃の方がフィットするかな。もう可愛いのはイチゴかな。7個入って1000円ぐらいだったので、ぜひ気になる方は原宿ピクニックに行ってみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。
この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでぜひぜひこちらフォローよろしくお願いします。それではまた次の空間で終わり、空間じゃないです、はい、無効空間間違えました。バイバーイ。